大分市と大分空港のアクセス向上のために就航の準備が進むホーバークラフトについて国は今月15日に運航許可を出しています。その後21日と22日の2日間国土交通省九州運輸局の職員が実際に乗り込むなどして船体や運航について安全確認の検査を実施しました。その結果運航会社は昨日付で合格したということです。運航会社は今月18日の会見で検査に合格すれば先に別府湾周遊の運航事業を始めその後に大分市と空港を結ぶ定期航路の営業を開始する方針を示していました。運航会社によりますと早ければ今週末にも別府湾周遊の運航を始める方向で調整を進めているということです。運航会社は明日別府湾周遊の開始日や予約の受付について明らかにする予定です。